皆様こんにちは。 BMW JAPAN のアプジョンと申します。本日は BMW の中型 SAV セグメント初の電気自動車新型 BMW iXe についてご案内します。現行の BMW XE をベースとした新型 BMW iXe によってBMW の電気自動車のラインナップがさらに充実しました。電気自動車の先駆けともいえる BMW iC で始まった BMW i のデザインエレメントはこの新型 BMW iX にも継承されており、さらに最新の電気自動車の構成を表現しています。また全車に M スポーツラインを装備することでスポーティな外観と高級感あふれるインテリアを誇る電気自動車となっています。走行可能距離は500キロ以上なので、日常生活からロングドライブまで安心して運転することができます。まずは新型 BMW iXe のエクステリアについてご紹介したいと思います。現行 BMW iXe モデルで人気のある M スポーツラインに含まれている M エロダイナミクスパッケージが装備されているので、ご覧の通りスポーティな外観となっております。それに加えて BMW i デザインエレメントが電気自動車の存在感を強調します。またこの車にはエクステリアパッケージが装備されているので、フロントのキッドニーフレームおよびリアのディフューザーがこのような仕上げに変わります。新型 BMW iX と同様、電気自動車はキッドニーグリルがクローズ型になるため、エロダイナミクスが改善。 XE と同様、新しいヘッドライトデザインがシャープで精華なイメージを演出しています。リアライトも 3D 化したデザインを採用し、より存在感を増したデザインとなっています。ドライバーシートに座ると最適化されたコックピットデザインが目に入ります。 BMW モデルならではのドライバーを中心に考えたデザインとなっています。それに加え、センターコントロールディスプレイが 12.3 インチと、画面の内容がより見やすくなりました。電気自動車のデザインコンセプトに合わせて、BMW ロゴ、スタートストップボタン、ギアレバーが BMW i ブルーのアクセントとなっています。さらに、バーネスカ、レザーに包まれたスポーツシートやセンサーテックダッシュボード、電動パノラマガラスサンルーフによって高級感あふれるインテリアとなっています。このように新型 BMW iXe は装備が充実した一台となっています。この車は最新のテクノロジーとして BMW デジタルキーに対応しております。従来のキーを携帯することなく、 BMW デジタルキーで車両のロック解除およびエンジンシードができてとても便利です。デジタルサービスとして
Amazon Alexa および Spotify にも対応しています。また MyBMW アプリから Amazon Alexa の設定をすれば、ご自宅のようにアレクサのさまざまな機能をご利用いただけます。例えば買い物リストの編集、最新のニュース、音楽の再生が可能です。アレクサ、買い物リストに牛乳を追加したい。牛乳を買い物リストに追加しました。なお Spotify プレミアムアカウントを持っていれば、Bluetooth を接続せずに Connected Music の機能として直接車で音楽を再生することができます。もちろん BMW の電気自動車も最新の運転支援システム、ドライビングアシストプロフェッショナルを全車標準装備しており、安心しながらドライブをお楽しみいただけます。高性能カメラとレーダーシステムが事前に危険を察知し、猶予を持った回避行動を可能にしてくれます。渋滞時にはハンズオフ機能が運転時のストレスを軽減してくれます。新型 BMW iXe の魅力は、 BMW 独自の電気自動車の高いパフォーマンスにあります。内燃エンジンを持たず、バッテリーに蓄えられた電気のみで走行するため、ゼロエミッションで新たな感覚を刺激する印象的なドライビングを体験できます。パワフルな高電圧バッテリーにより、1回のフル充電で走行できる距離は最長508キロ、電力消費率は100キロあたり 18.5kWh となっています。ですので、日常使用だけではなく、週末の長距離ドライブにも安心して使うことができます。電気自動車のメリットとして、走り出した瞬間から生まれる圧倒的なトークによって、ほぼ無音でスムーズな加速を実感することができます。 BMW らしく、高輪駆動でさらにスポーティな高次元のドライビング性能を実現しました。さらに走行時の排出ガスをゼロにすることで、環境保護にも貢献しているため、給付金や税制優遇を受けられることも大きな魅力の一つです。それでは、新型 BMW iX3 のエクステリアをより魅力的にするエクステリアパッケージについてのご説明をいたします。 M ライト、シャドーライトはフロントライトのアクセント一部分がブラックに最新でシャープなデザインとなっています。BMW インディビジュアルハイグロスシャドーライに含まれるブラックハイグロス仕上げのキッドニーグリルとブラッククローム仕上げのディフューザーは、精華な印象を強めてくれます。サンプロテクショングラスは赤外線を反射することにより、車内への熱の侵入を防いでくれます。これらのパッケージを選択していただくことで、 BMW の電気自動車ならではのスポーティな外観をより高級感のあるシックな外観に変更することが可能です。いかがでしたか？新型 BMW iX は SUV 投資の優れた実用性に加えて、俊敏なスポーツ走行も可能な革新的な次世代の電気自動車です。
デジタル面でも Spotify または Alexa のサービスでロングドライブを快適に過ごすことができ、 BMW が提案する新しい駆け抜ける喜びをご堪能いただけます。ぜひお近くのディーラーにて新型 BMW iX をご検討ください。